チャムダイドカーン、ランランの奥に占いにございます。ランランのモモです。よろしくどうぞ。今回は回転寿司で大好きなものを言っていこうっていうのもね、ちょうど先ほど今日 YouTube 何撮るみたいな、ちょうどいいタイミングでダブル東の東兄貴とね、1億の竹谷将軍が、なんで将軍って言ってますやろ、竹谷さんだけなんでしょ、なんで竹谷の兄貴がね、ちょっとお寿司に連れてっていただいて、ランランで行ってきたんですけども4人でね、その時はね、劇場から近くにあるね、くら寿司に行ったんですけども、そういつも好きな寿司屋は何？ぶっちゃけくらか、かっぱ寿司とか、まあくら、スシロー、くら、あとはま寿司くら2回マジで今アキンド時代知ってる寿司？アキンド、アキンドだった、ジャパンの上にあったわ、アキン、知らんよね、アキンド、もう漫才の上にあったわあるよな、あんねん、自分の町に一つ寿司屋あるよな、あるよな、うん、まあでも蔵か、蔵かな、蔵やな、だってなんて言ったってビックラポンがあるんですからね、せやねんな、うん、でもあれな、兄弟で喧嘩すんねん、あれ確かに3つはあもらわれ、確かに、あれに人生かけてるやん子供ってあるやん、喧嘩するやん3人も子供おったら、ももがはっきり言って縁切らしてもらったんよ、スシローと一回ちょっと距離を置かしてもらってたのが、ちょっと事件があって100円が減ったんよ、それはちゃうもんな、でも最近クラもちょっとどうな、あれれれれみたいな、あれ納豆の細巻きあれ前まで2本あったけどあれなんか寿司、なんかくら寿司茶碗蒸しの中身減ってないぐらいとか、銀杏とかもなくなってんなとか、銀杏ってあれってなんかいっちゃん最後まで置いてまうねんけど避けてまうねんけど、かまぼことかあった気すんねんな、で口ん中で遊んでお金怒られるみたいな歯に入れてハイーとかやってくれみたいなとかいうなんか思い出があれみたいな、まあ純粋に考えてももらってさ100円ベースやん、まあな当たり前に、でも125円ぐらいよ、普通って多分110円、でももう全部125円なんかな、上がってるかも全部、いやだから上がってねんて、最近いっぱい上がってるやん、なんかいろいろ許されなあ、シャリ減らしていいから100円がいいよな、うん、あ甘だれとかももう切ってこ、甘だれの人ってなんかすげえさ、うん、甘だれいいわ、東さん甘だれ、そう東さんも俺甘だれ言ってたよ、しかも2人ともなんかコーンとかそう変なの食べてサラダとか大事やで、ああいうの女の子といた時とかにさ、まあ、まだ付き合ってない中でさちょっと暗い行こうかとかならへんかもしれんけどさ、なんかさコーンとか頼まれた一発目から軍艦とか行かれたちょっとって何食べる定番、まあだからももらは基本蔵が多いかな、まあ話の感覚的には、うん、し私はもうザ女、もうサーモン、サーモン、トロサーモン、生ハラサーモン、もうみんなでじゃあ最初はまあ何々からとか、まあその今おすすめメニューみたいな季節のやつとか言ってるの、もうサーモン、こうもうサーモンに、サーモンコーナーにもうすぐ行こうとしてたの、全部生サーモン、サーモン、トロサーモン、全部食べた、うん、もちろんやん焼きさん、もうね炙りチーズサーモン、いやもうピザやったよピザと米生きてる感覚やった、ハマチ、ハマチな、すぐ打ちたな、うん、あらハマチここずっとばっかり誰も取らへんもうマグロサーモン、ハマチ、マグロサーモン、ハマチや、アホやな子供から一切こうやって寿司の T シャツが出るとしたら絶対にレギュラーで入るなまず寿司から T シャツは出えへんし白子ポン酢ジュレな、あーせやな、うまいな、ももなジュレいらんねん、まあ、ジュレのポン酢あんま好きちゃうね、なんかケミカル感じるよな、はいその白飯食べたいのにタイ米出されたみたいな
白米を食べたかったのになんか雑穀米みたいな、うん、ああ違う、なんかその白を行きたいんやみたいな、そのこれガチレスかもしれんけど、あのまあ言ったら白子の粒も小さめやん、うん、ってなった時に、うん、あのジュレの食感と、うん、あちょっとトントンになるんよ。確かに、わかる。なんなら白子の食感楽しみたいなみたいに、確かに確かに、あのジュレの食感がちょっと邪魔しよるんよ。でもあれがジュレじゃなくてポン酢やったら物足りひんのじゃん。いいえてかそもそも値段も気づいてんけど、うん、今日なもういつも頼んじゃうね、白子って嬉しいから、うん、いつも思うねんけど、うん、白飯と白子がそもそも合うんかなってなんかいくら丼あってもさ白子丼なんか聞いたことないやん。でも酢飯やからいけるんかな。いやまあそうなんかな。でも丼とかでも白子上乗ってるの見たことなくない？海鮮丼とかでも上に白子ブリンって。もうやめてもらう。ちょっとやめてもらっていいですか？じゃあったらおしたなるから。絶対食べてるもん私あれ。食べてもらうあれ食べてもらうねあれ。もうな一貫のエビ美味しいな。うまエビ好きよな。そうやな、生のエビが好きやねやっぱ。うん、あとも納豆やろ。納豆は定番やな。納豆はもう絶対的に頼むな。イカオクラも好きやねんけどな。ああ美味しいな。あでもあれはユッケマグロみたいな。ああ好きよ。あれはもうクラのもうもう T シャツ出たらまあねクラのやったら乗るかもな。でもねそのマグロのシンプル感と、うん、で意外とねありがたいんやけどあの卵、うんうん、ちょっと多いね、うんうん、あ温泉卵っぽい、うんうんうん、ちょっと黄身の食感が口の中に残る、ね、ちょっとこう粘こいねん。入ればクラ寿司の会社の中にちょっと待ってってこれ今口の中に最後の何が残ってる君やんな。マグロ残らない、君が残ってもうてんねん。ほんで白身ももうちょい柔らかくていいと思うねん。うん、旨味だけでいいのよ。あの君の卵の卵味だけでいいから風味だけでいいのよ。最後まで残ったらなちょっと調子悪いっちゃん鬱陶しい女だな。鬱陶しい前はもうちょい固くつってたありそう、ありそう。まあ、もうちょい固めつって、またこれ俺らだって1グラムぐらいしか変えてないのあいつ何なの。あいつの中で正解ないのに言ってんじゃん。ちゃんと絶対言われるよ。言われてる文句いいやん。うどんはでも平日狙ってね、かけうどん狙ってよ。なんで取れ前130円。 あれ値上がりしたんかな。安いん、ちょっと安いよえ、くら寿司のアプリは持ってるか。くら寿司のアプリもあれ便利よな。便利やで。ほんでな、くら寿司のなあれ、あれモバイルでなやった方がな、モバイルでサイドメニューを5個頼んだらビックラもできん。あ、そうなんや。でもできんやろ、茶碗蒸しできんやろ。できん、できん、できん。あれ立ち離れできんやろ。できん。こっちで頼んだらできんこっちでやったら5回頼んだらな、1回やらしてくれんね。そうなん。こっちでへね、こっちでやったら、今日とかこっちでやった方がよかった。みんな茶碗蒸し1個と、あとポテト飲んだよ。ほんまや。ほんならこっちの前行く。ほんまは。でもまあさすがにね、先輩の前からあんま言わんとこ思って言ってなかったけど、わしは一回ピックラポンのチャンス逃してんで思って値上がりしてますけども、かけうどん160円です。安っ。これうまいんだ。売れても食べるわ。売れてもかけうどん、エビ天なんて乗せません。売れてもかけうどんわしらは。じゃあ皆さん、え、じゃあちょっとぜひ頼んでほしいもん。ちょっと頼む。コーンのあの天ぷらみたいな、揚げコーンみたいな寿司売れやコーンで塩かけてな、絶対食べてみて。まだももちゃん、私はくら寿司のおうどんとかってね、めっちゃ美味しい。あの茶碗蒸しもだし美味しいやんか、くらだしっていうのをちょっと頼んでほしい。寿司売れや。え、それモモのまね。寿司だしな。知ってる。知ってんで。もうこれ一発目に頼んで世界変わるから。こんなやつ。これな、コーヒーみたいなやつやろ。これいくらなの。あ、100円や、100円なんだよ。え、これタッチパネルで頼めるの。あるあるある。これぜひ頼む。どんな味なの。もうだし。だしやね。うーん、うまい。デザートは知らん。わしはデザートは知らん。私も食べへんは。食べへんは。うん、家にアイスあるって言われてごめん、クラとかその回転寿司のさ、なんかフルーツってなんであんな美味しそうに見えんやろうな。食べたことはないけど。はい、皆さん、皆さんも、お寿司、好きなお寿司のネタやったりとか、これ知ってるってやつよかったら教えてください。
よかったなと思った方、いいね、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。バットはバウ。それではごきげんよう。食べ過ぎたわ、確実に。確かにな。あ、そっか、食べ過ぎたな。食べ過ぎた、マジで。見切れた意味ないよ。